しておりますので、ぜひお受け取りの上ご参加くださいね。そして会場内には大きな中京くんのふわふわが登場しています。今日は午後4時までの登場です。ぜひ楽しんできてくださいね。そしてお友達のみんなからはちょっと見にくいんだけど、北側芝生広場におきましては母の日の工作教室を行っています。いろんな教室がありますからね、ぜひ遊びに行ってみてください。各教室1回100円でのご参加とさせていただきます。お友達の皆さん、ぜひ遊んできてください。さあ、そしてステージ向かって左側、緑色の屋根のテントではキャラクターグッズなどが当たる抽選会も行っています。抽選会の参加方法は、お好みのモデルハウスの計画の上、アンケートにご協力していただいた方に抽選参加券をお渡ししています。そしてお父様お母様にもお知らせがございます。私の広報センターハウスによりまして、さまざまな勉強会を行っております。家づくり1年生勉強会、次世代住宅勉強会をはじめ、他3つの勉強会を行っております。また本日は春の家づくり集中講習といたしまして、本日各勉強会にご参加いただいた方には漏れなく素敵なプレゼントもご用意しています。さあ、この機会に皆様のお家に関する疑問や相談をぜひ当スタッフまでお聞かせくださいませ。さあ、たくさんのイベントご紹介してきましたが、お友達のみんなのお待ちかねはこのステージ。この後獣王者の5人が登場します。今日はみんなで獣王者のことをたくさん応援しようね。それではそろそろ獣王者を呼びたいと思いますが、ここでお姉さんから大切なお願いがあります。しっかり聞いてくださいね。まずはお願いの一つ目です。今一番前で見ているお友達、足元見てください。赤い線がずっと見てあるよね。そしてベンチに座って見ているお友達も足元に赤い線があります。今お姉さんが立っているこの場所も本日はステージとして使用させていただきます。さあ、今お靴が出ているお友達、お荷物が出ているお友達は青いシート側に寄せてご協力よろしくお願いします。さあ、そしてショーが始まってもこの赤い線からは絶対に出ないようにしてくださいね。そしてお願いの2つ目、今座って見ているお友達、この後ジオージャーが登場しても立ち上がらないこと。立ってしまうと後ろのお友達がステージ楽しめなくなってしまいます。協力してくださいね。お姉さんからのお願いはこの2つ、最後までしっかり守ってくださいね。そして獣王ジャーショーが終わった後には、お友達と獣王ジャーが仲良くなれる握手会、そしてとってもかっこいいグッズの販売会、さらに今日はサイン会も行います。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。それでは皆さん、大変長らくお待たせいたしました、動物センター獣王ジャー始まります。さあさあさあ、楽しいゲームの時間だぜ。加藤生物様、この星の公園も我らデスカリアンの遊び場に選ばれた。俺たちをたっぷり楽しませてくれよ。野郎ども、やっちまいな。ご覧の上は
これ以上暴れるのを許さない。とっととこの星から出てって。うっせえ。お前らに指図される筋合いはねえんだよ。この星もお前らの遊びに付き合う筋合いはない。行くぞ。何を言う。声出しちゃダメか。大丈夫。
なんとか。ごめんね、みんなと会えたことが嬉しくて。ううん、私も嬉しいから。会場のみんな、大きな音に弱くてごめんね。でもこうやってみんなと挨拶できて嬉しいから。本当よ。そうだよね、みんなの応援とか嬉しいし、すごく力になる。そうね、いつも力をもらってる。よし、じゃあ今度は小さな声で挨拶しよう。え、何それ。大丈夫だって、セラなら小さな声でもちゃんと聞こえるでしょ。そうだけど、なんか変じゃない。いいからいいから、みんな一回静かにしよう。よし、それじゃあ小さな声でご挨拶。みんなこんにちは。どう、セラ、これならセラでも大丈夫でしょ。聞こえる。みんなちゃんと聞こえてるって、よかったね。違うの。みんな違うって。え、なんかこの音どこかで。え、なに、何が聞こえるの。あっちだわ。あ、ちょっとセラ、一体どうしたんだろう。あ、会場のみんな、みんなのせいじゃないからね。さっきも言ったけど、みんなの大きな声での応援は俺たちの力になる。セラだって力をもらってるんだ。だからこの後も応援よろしくね。セラ、ちょっと待って。この音、だんだん大きくなってきてる。このスーパーストップウォッチでタイマーをかけておいたのさ。タイマー？どういうこと？俺のスーパーストップウォッチは万能なのさ。どんな風に万能かは教えてやらないぜ。どうせ時計に関わる能力でしょ。何？なぜわかる？動きを止めたり、タイマーで蘇ったり、大体時計の機能じゃない。くそ。だが、それだけじゃねえぞ。なんでもいい、あんたを倒せばそれで終わりよ。巻き戻しタイム。え、あれ。ブダ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 。ちょっと、なにこれ、戻った。どうだ、驚いたか。それ時計の機能じゃないじゃない。スローさせ。今時は巻き戻すなんて言わないから。え、なにこれ。バカみたいだね、お前。ちょっとふざけないで。さらにさらに、ミュージックスタート。え、なにこれ。音楽再生機能もついて超お得。無駄な機能をつけるんじゃないわよ。うっせえ。お前の弱点は分かってんだ。タイマーカウントダウン、3、2、1。楽勝楽勝。でかい音が聞くと不利なもんだぜ。
さっきのストップウォッチ。なるほど、時を止めるだけじゃないってことか。それで蘇るなんて。だったらそいつを早いとこぶっ壊そうぜ。お前らにそれができるかな。何じゃあ、同じものが2つ。どっちが本物かわからない。とにかく行くしかねえだろ。ストップタイム。もたもたしてると動きを止められちゃう。さあ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 、どうした？俺はこんなもんじゃねえぞ。早送り。出てこい、アルブロイ。はいはい。スロー再生。つまんねえぜ。ちょっと、どうしたら。そうだ、セラ、ねえ、セラ起きて。セラちゃんに何させるつもり？さっきセラは、かすかな時計の音であのアイテムを見抜いた。だから、セラなら音でどっちが本物か分かるはず。そうか、起きろ。どうしたら。大きな声以外で起こす方法なんて。そうだ、え、会場のみんな、大きな声でセラを応援してくれ。そしたらきっと目が覚めるはずだ。何を言っているんだ。セラは大きな音は苦手だと。みんなの応援は別だよ。だが目が覚めるはずがねえ。とにかく信じて、会場のみんなを。わかった。みんな、せーの、頑張れって言ってくれ。せーの、頑張れ。もっと大きな声で。ダメだ、起きない。そんな無駄だったようだな。さて、そろそろお前らとの遊びも飽きた。終わりだ。無駄じゃない。何？しまった、スーパーストップウォッチが。その時計の音、耳障りなの。やったー、すごい、さすがセラちゃん。本物を壊すんだな。これで思い切り戦える。くっそー。会場のみんな、応援ありがとう。みんなの応援は特別です。てめえら、許さねえぜ。それはこっちのセリフだ。みんな行くぞ。大空の
ぶつからないように気をつけてね。お父さん、お母さんも恥ずかしがらずに。みんな準備はいい？